せます。ここにレジャーシートを広げて、うん、いい感じですわ。ルビー、あとはこのバスケットからお人形さんを出してあげましょう。さあ、これで準備できましたわ。お人形さんたちもお外に出られて嬉しそうですわね。今日は良いお天気ですから、お花見ごっこにしようと思って。あなたも一緒に遊びませんか？ようこそ、私たちのとっておきの場所へ。満開の桜がとっても綺麗でしょ？こうして外に出て遊ぶのも気持ちがいいですね。そうそう、お花見用のお弁当も持ってきましたよ。ルビーと一緒に折り紙で作ったのです。こっちの黄色いのが卵焼き、味付けはお砂糖で甘く仕上げましたわ。卵焼きを甘くするとプリンみたいな味がして、それはもうとっても美味しいのです。はい、これはお人形さんたちの分ですよ。かわいいワンピースでしょ。これはルビーがハンカチで作ってくれたのです。世界に一つしかない特別な服ですわ。ルビーが作ってくれたお人形さんたちの服はどれもとっても可愛くて、私の宝物なんですよ。この前なんて大きくなったら私にもお洋服を作ってくれるなんて話してくれて、その日がとっても楽しみなんです。